SRI インターナショナル SRI インターナショナル SRI インターナショナルは世界で最も大きな研究機関の一つである。1946年、スタンフォード大学により、スタンフォード研究所、スタンフォードリサーチャーインスティトゥートの名で地域の経済発展を支援する目的で設置されたものである。1970年に完全に大学から独立し、 アメリカ合衆国の非営利組織として独自の法人となった。1975年に SRI インターナショナルへと解消。科学技術の発見、応用を通して知識、経済、繁栄、平和へ貢献することを目的としている。政府機関、企業、私立財団などの顧客から研究開発を受け負っている。テクノロジーのライセンス提供、戦略的提携。 スピンオフ企業の創業なども行っている。スタンフォード大学からそう遠くないカリフォルニア州のメンローパーク市に本拠地を持つ。1998年から物理学者が所長を務めている。2012年の年間収入は約5億8500万ドルで従業員は2200名である。主な研究分野は生命医学、化学物質と材料、情報処理、 地球及び宇宙、経済、教育と学習、エネルギーと環境技術、セキュリティと国防、センサーなどである。1000件以上の特許を所有している。1920年代、スタンフォード大学教授がアメリカ合衆国西部に研究所を創設することを提案。当時同大学の理事だったハーバート・フーバーも研究所設立を早くから提案していたが、 大統領になったためその件からは身を引いた。1930年代には世界恐慌、1940年代には第二次世界大戦があったため、研究設立の件はなかなか進まなかったが、3度の別々の研究所設立の試みの末、1946年に創設されることになった。1945年8月、まずロッキード社のモーロン・エイビッセル、 エルネスト・エル・ブラックがロサンゼルスにパシフィック・リサーチ・ファンデーションを立ち上げ、研究所設立に動き出した。次に当時イリノイ行課大学学長だったが、西海岸での研究所設立に動き出した。1945年にアメリカ西海岸での研究所創設を進める報告書を書き、スタンフォード大学とも密接に連携して、設立資金5万ドルを集めようとした。 三つ目の動きは、スタンフォード大学工学部長だったフレデリック・ターマンによるものである。ターマンは、ヒールドに続いて提案を行ったが、その内容は委託研究よりも、学部と学生の研究を中心に据えたものだった。スタンフォード大学の理事会は、投票を行い、1946年に研究機関を創設することを決めた。その際に、大学の検証との整合をとり、 スタンフォード大学の学生のためというよりも、科学知識の発展と公益のために設立されるものとした。同大学の理事がスタンフォード研究所の所長に就任し、研究所を解散する場合は、その資産が大学に戻されるものとした。科学者が初代所長に就任。スタンフォード大学学長はトールボットに対し、大学の関心事と相反するような研究を避ける。 要命令。特に政治的圧力を引きつけるような連邦政府との契約を避けるよう命じ。しかしなかなか委託契約を結べず、スタンフォード大学の学部からの支援もなかったため、6ヶ月後にハトの委託研究契約を結び、学長の命令に背くことになった。この問題や学長がこと細かに研究所の経営に口を出してきたこともあり、トールボットは何度も辞表提出し、 最終的には、それが受け入れられた。公認にはお指揮したことのあるが就任したが、委託研究契約はまだまだ足りなかった。最初の研究プロジェクトは、という植物が天然ゴムの原料になるかどうかの研究だった。第二次世界大戦中、アメリカでもゴムは輸入品であり、品不足から厳密な配給制となったことがある。 1942年から1946年までアメリカ合衆国農務省は国産の原料から天然ゴムを作る研究を支援していた。戦争が終わると議会はこのプログラムの予算をカットしたが海軍研究局が SRI でのプロジェクト続行の資金を提供し研究に携わっていた農務省職員らも SRI で研究を続け1947年には 再び農務省から予算がつくようになった。SRI 発の経済学的研究はアメリカ空軍の委託によるものだった。1947年空軍はアメリカの航空機産業の成長性の評価を求めた。SRI は緊急時に増産させようとしてもかなり時間がかかるだろうと予測した。1948年 SRI は 石油会社シェブロンからの委託で石鹸のためのヘッドと、ヤシ油の人工代替品の研究開発を開始した。SRI は、有望な代替人工物質として、直アルキルベンゼンするホ本酸ナトリウムの一種、ドデシルベンゼンするホ本酸ナトリウムを見出し、後に、P&G はこれを、家庭用洗剤に使用して、大成功を収めた。SRI は、大気汚染と、 仮想大気中のオゾン形成についての先駆的研究を行った。1949年11月、パサデナにて開催されたを主催している。専門家らが大気汚染の研究成果を発表し、アイデアや技法を交換し合い、この分野への興味を刺激した。このイベントには、アメリカ各地から科学者、実業家、市民のリーダーら400名が参加した。SRI はその後も、 同様のイベントを共催した。1950年代初期、ディズニー兄弟、ウォルト・ディズニーとロイオディズニーは、カリフォルニア州バーバンクに建設予定だった、ディズニーランドと呼ばれるアミューズメントパークに関して SRI に助言を求めた。SRI は、建設地の妥当性、来園者パターン、経済的実現可能性についての情報を提供した。また、 もっと大きな土地のあるアナハイムの場合についても、詳細な報告書を作成した。その後も、オンサイトで支援を続け、拡張の際にも助言を行った。1955年には、ジョン・カイ・ケネディセンターの建設地選定を委任され、設計についても助言した。1952年、テクニカラー社は、手作業だったフィルム副社を電気工学的に、 自動化するための研究開発について SRI と契約を結んだ。この技術は映画産業に多大な影響をもたらし、1959年 SRI とテクニカラーはその業績を認められ、映画芸術科学アカデミーのアカデミー科学技術賞を受賞した。1954年サザンパシフィック鉄道は貨物運搬中の貨物へのダメージを減らすため研究を SRI に依頼した。これによりガヒュドラクッション技術を開発し、今日でも標準的に使われている。1950年代、SRI は、バンクオブアメリカと共同で、ミッカー、ジティインク文字認識を研究し、小切手処理の自動化システムアーマーを開発した。このプロジェクトを指揮したのが、SRI の計算機科学者である。アメリカでは2011年現在も、 自動小切手処理にアーマが使われている。ダグラス・エンゲルバートはオン・ラインシステムの設計開発を行った。彼は SRI 内にオーグメンテーションリサーチセンターを設立し、そこで様々なマンマシンインターフェースを開発した。例えば、ビットマップディスプレイ、グループウェア、ハイパーテキスト、マウスなどを含む先駆的なグラフィカルユーザーインターフェースなどである。 その後への影響という意味で、エンゲルバートは SRI 出身者の中でも最も有名である。2000年にはアメリカ国家技術賞を受賞した。1964年はエンゲルバートの設計に基づいて世界初のマウスの試作品を製作した。SRI ではまた、インクジェットプリンター、1961年や光ディスクによる記録方式、 1968年も開発された。1960年代、RCA 研究所で液晶ディスプレイが開発されたが、同研究所は1968年にとなり、SRI の参加になった。なお、サーノオフは2011年に SRI に統合、吸収された。 1960年代初め、ラが次期コアメモリを発展させた世界で唯一の完全次期デジタルコンピュータを開発した。この技術のライセンスを取得したは、ニューヨーク市地下鉄と操車場の交通管制用、コンユータに、それを利用した。1966年、SRI の人工知能センターは、自身の行動を認識して動くロボット、シェイキーを開発した。 このロボットには TV カメラ、三角測量式、レンジファインダー、凹凸センサーなどが装備されていた。シェイキーにはソフトウェアによる認識能力、世界のモデル化、行動能力が備わっていた。プロジェクトは1972年に終了している。SRI の人工知能センターは2011年に45周年を迎えた。百六十九年十月二十九日。 世界初のコンピュータネットワークアーペネットがカリフォルニア大学ロサンゼルス校 u c r イのレガード・クラインロックの研究室と SRI のダグラス・エンゲルバートの研究の間を結んで稼働を開始した。両サイトのインターフェースメッセージプロセッサは世界初のインターネットバックボーンとなった。翌年、エンゲルバートの研究室は BBN で開発されたテネックスシステオ、BBN 以外で 初めてインストールした。さらに、SRI と u c シアレイの他に、カリフォルニア大学サンタバーバラ校とトユタ大学が、最初の四ノードを構成することになり、1969年12月5日、四ノード全部が、相互接続されている。1970年代、SRI は、パッケット通信ラジオ、現在の無線ネットワークの先駆け、アスレーダー、真空微細電子工学、 レーザー工業庫術、眼病の治療法の一種、ソフトウェアによるフォールトトレラントなどの研究開発を行った。最初の真のインターネット転送は1977年11月22日、3つのネットワークを接続して行われた。SRI を起点として ARP ネットをパケット無線版と接続し、また衛星通信でロンドンを経由して、 ロサンゼルスの南カリフォルニア大学と接続。ルパントとパケット無線と衛星通信という3種類のネットワークを総合接続した。2007年コンピュータ歴史博物館にて、このデモンストレーションの30周年を祝い、1977年に実験に参加した人々も出席した。SRI では、その後の式のもとで、 ネットワークインフォーメーションセーターを運営することになった。1970年、スタンフォード研究所は、スタンフォード大学から分離独立。この分離は、ベトナム戦争で高まった反戦運動により、同研究所での、米国国防高等研究計画局出資による、研究が軍へ協力ではないかとの批判への反応でも、あった。さらに1975年にはスタンフォード、 研究所から、SRI インターナナショナルへと名称を変更した。1972年、SRI の物理学者とは、生命プロセスにおける量子力学に関する研究を提案し、その後超能力現象の研究を行った。この結果として1980年代中頃まで、CIA の資金による投資技術の開発、スーゲートプロジェクトが行われたが、 特に成果もなく、研究は終了した。社会科学者は1970年代末、アメリカにおける価値観やライフスタイルの変化を説明するという技法を生み出した。バレスは1978年に SRI の成果として正式に発表され、市は1980年代の市場調査法のブレイクスルーの上位10位に入る成果と評した。 1980年代、SRI は、在論繊維、ステルス技術、超音波画像処理の改善、二次元レーザー、蛍光相関分光法、順序相と台数など様々な研究開発を行った。コンピュータ関係では、マルチメディア電子メールシステム、コンピュータセキュリティにおけるの理論を採用した関係データベース c ベ、レイテックス、ネットワーク侵入検知システム、 宣言型プログラミング言語、モバイルアドホックネットワークを形成する、P2P 無線技術パキットホップなどを開発した。なお、ネットワーク侵入検知システムの研究から、特許侵害訴訟が起きている。1986年、sri.com が .com ド,ドメインで8番目に登録されたドメイン名となった。 人工知能センターでは1980年代末から1990年代はじめにかけてを開発。PRS はベースの知的エージェントという分野を生み出した。1990年代にはアメリカ合衆国郵便公社向けに郵便区分機を開発している。軍事技術関連では1990年代以降合成開口レーダー。 アメリカ陸軍の統制システムインコンとレディ、大臣及び車両追跡システムエイギャーズなどを開発している。また戦闘訓練用に GPS と高速無線通信とデジタル地形図ディスプレイを応用したダファーストを開発した。他にもアメリカ国立科学財団の依頼で開発中の移動可能な大気研究施設エイミスは未知の環境の探査への応用を意図した。 軍ロボットといった研究がある。医学と薬学の分野では、目の治療に使われる実験的抗がん剤、環境に優しい酸化剤、人工筋肉、抗マラリア薬などを開発した。1990年代、ワールプールコーポレーションからの委託で、オーブンの現代的なセルフクリーニング機能を開発した。SRI の研究者は、金星の夜側で、 酸素原子の発する大気候を初めて観測し、金星の大気組成への新たな洞察を提供した。また、教育分野では、アメリカで増えつつある、チャータースクールについて、初全国的評価を行った。からの依頼で、アメリカのゴルフ産業の将来予測をまとめ、長期的成長監視のためのフレームワークを提供した。2000年4月、新技術とサービスの、 マーケティングコンサルタント会社アトミックタンゲリネを創業している。DARPA からの資金による研究としては、音声認識と機械翻訳システムの開発があり、DARPA のグローバルオートノマスランゲージエクスプロイテーションプログラムでも主要な役割を果たしている。SRI の開発した音声認識技術ダイナスピークは、バックステックという携帯型翻訳機に応用されており、米兵が海外で、 現地人と会話する際に利用されている。また、イラク中流の際には、英語とアラビア語イラク方言の会話を双方向で、翻訳するという翻訳機が使われた。2000年代には、バイオインフォマティクスや新薬発見向けに、人工知能技術を応用した、パスウェイトゥールズというソフトウェアを開発した。これを使ってを生成し、染色体内の遺伝子や、 生化学プロセスなどの資格化に応用されている。2006年、SRI は、アメリカ国立アレルギー、感染症研究所から5690万ドルの契約を勝ち取り、鳥インフルエンザ、サーズ、ウエストナイル熱、肝炎の子感染症薬を開発するための抗体を提供するキワムを行うことになった。同じく2006年、フロリダ州セントピーターズバーグに、海運や、 港湾の保安などを主な対象とした海洋工学の研究施設を新たに建設することにしたの海洋工学センターと共同運営である。2007年12月、シリ、インクをスピンオフさせた。2010年4月にアップルが同社を取得した。2011年10月、アップルは iPhone4S にシリのソフトウェアを組み込むことを発表。 シリーの技術は DARPA が資金提供した SRI のという人工知能プロジェクトから生まれたもので SRI によれば史上最大の人工知能プロジェクトだという2011年5月2011年10月1日から2016年9月30日までのアレシボテ天問題の運営を4200万ドルで受け負った2012年現在の従業員数は 約2500人である。2011年の総収入はおよそ5億8500万ドルだった。2010年の収入の67%は、アメリカ国防総省からで、残りは、アメリカ国立衛生研究所、アメリカ国内の企業、その他のアメリカ政府機関、アメリカ国立科学財団、アメリカ合衆国教育省、州及び、地方自治体、海外の顧客、財団と続いている。 2012年5月時点で1000を超える特許を有している。SRI の本社はシリコンバレーの一部とされるカリフォルニア州メンローパークにあり、その敷地は63エーカーである。そこにあるオフィスと研究施設の延べ床面積は12万メートルである。他、全米各地及び米国外にも研究所や連絡事務所を持っている。日本支社は1961年開設。 は1988年から SRI の完全子会社だったが、2011年1月に SRI 本体に統合された。ニュージャージー州プリンストンの拠点では、SRI インターナショナル、サーノオフというブランド名を使用している。プリンストンのキャンパスは254エーカーで、延べ床面積は5万6千メートルである。合計すると、 SRI のオフィスと研究施設の延べ床面積は21万メートルである。SRI インターナショナルには、研究分野ごとの以下の部門がある。SRI の運営責任者は、スタンフォード大学から独立する前は、所長、独立後は社長及び、CEO と呼ばれている。歴代の所長、または、社長は、以下の通り。SRI には、当初から、 取締役会があり、組織の運営を行っている。2013年現在の取締役会には、バーン・クラーク、カーティス・カールソンらがいる。SRI のには、以下のような研究者が所属していた。また、人工知能センターには、正規ーー開発に関わった多くの研究者がいた。その後も次のような研究者が、人工知能センターで研究している。 コンピュータ関連が主流となる以前にも SRI には著名な研究者がいた。SRI は元従業員に資金提供する形で数多くのベンチャー企業を支援してきた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。